はい、皆さんこんにちは、ワンダーレディオです。本日はじゃんどっかわかりませんじゃん矢光峠に来ましたいやなんとすごくいいコースを探してくれて、ゲストのあゲストさんすいませんなんかね、矢光はね、裏矢光があるみたいですまずはそこから。おはようございます。まあね、しょうがないんで、しょうがない矢光ならばいけるかなと思ってちょっとね、昨日実は練習で湘南平行ったんですけど、暑くてちょっと秒で終わりましたちょっと秒で終わりました、ね、今日はもう死ぬ気で、いやもうちょっとネタ振りになるから、ビンディングの靴っていうのをなんかヒントもらったりして調べてると、やっぱ引き足ちゃんと使わなきゃとか、なんか昔聞いたなっていうようなことをちゃんとやりながら登って、本当にね、上まで今日は登りたいと思いますね。サムネをね、上で撮るので。そうで、あとさ、サイクルなんだっけチャンネルの岡田くん、あー見たね、ずっと見て、あなるほどなるほどと思ってよし、いける、体がちょっと大きい人でも登れるっていう。そうね、はい、まあそんな感じで登っていく無理かな本当におはようございます無理かな、みんな頑張って登ってるよ。まあまあまあ、登ってるね、うん、はい、まあ行こうと思います。 いいな、いい感じに登っていくよねあのスマートさはないよねいや、うちはゆっくり行くの。はいはい、まあちょっと、真面目に上まで登ってみたいと思います。レミス頑張るぞ、よし行くぜ、レッツゴー。綺麗じゃん、うん、お日様も照って天気がいいね。ただいまの気温21度だって。最高だね、涼しいじゃん。最高だよこれは。全長で裏矢光は18キロぐらいと聞いたので、今ようやく6分の1走り終えたぐらいかな。こう表とは違って車がいっぱい入ってくるみたいで、道路上に結構この赤い線とか緑の線とかで速度を落とすための加工がされていて、そこの上を走っちゃうと結構ガタガタするので、なるべく左にある白線の上あたりを走ろうとしてます。そこの方がガタガタしない。ただ結構道の上になんか木の実とか砂とか枝とか落ちてて、ちゃんと路面を見て走らないと何かを踏んづけてパンクしてしまいそうで、そこはちょっと緊張します。お、ここから道が狭い。急に2車線から1車線に変わりました。あ、でも勾配自体はあんまりきつくないので、私は今パワー2で走ってます。あ、でもすごい気持ちよくない、自転車だからこそのこれ。車で来たらめちゃめちゃ嫌な感じだよ、もうどこで引き返そうか考える。ああ気持ちいい道だね。気持ちいい道だね、しかも涼しい朝、うん、まあ入念に見た感じだと、うん、後の方がぐっと上がってるから最後、初めは地図で見る限り平らに見えたそれでこのしんどさ、心拍大丈夫？抑えながら言ってるけど、うん、けど155ほら下りだよ下り。いやいやいや下りたくないどっちだろう、ゴールは変わらず上にあるから。そっか、はあ、めっちゃ涼しい。涼しい、
これはすごい気持ちのいい道だわ。まあ俺は不安しかないよね、この先の大丈夫だって、根拠のない応援。こうちっちゃくアップダウンが多いね。休憩ポイントがあっていいわ、ちっちゃくアップダウンが。確かにずっと上りじゃないもんね。うん、あとさ日陰がいい。そうだね、これはだいぶ大きい。もう7時20分だけど全然暑さはあんまり感じない。日差しの暑さはあんまり感じない。登ってでちょっと体が汗ばんでるのはあるけど、川のすぐそばをずっと走れるのがなんか心地がいい。うん、すごいね、気持ちいいね。絶対涼しいよね、川のそばだし。絶対そうだけど今はね、今日はねパワー温存して2で走ってるから。へえ、運動になるじゃん。そうだよ、もう いつも心拍が120だよ。気持ちよすぎるいやー、ないサイデア、ないサイデア。大丈夫、これでちょっと登りきりて、自信をつけたいっす確かに昨日もさ、無理だったしさ、思っても無理だったしさそんなん言ってないけどね、私は一切。なんかスポーツ全般に別に全然嫌いじゃないのにさ、この登りとかっていうのは、まあマラソンはすごい嫌いだけど、苦手意識が強い。これ気持ちよすぎるね、今日は。これは気持ちいいよ。気持ちいいポイントが多い。ずっとこれでいいんだけど下ってんじゃん下って登れたら奇跡だわ。なんて下ってるばっかりなのに下って登れたら奇跡だわって。けど結構上がってるんじゃないの分かんない、クライムプロ持ってる人が。いやクライムプロ作動しないからいやクライムじゃないっぽい分かんない、設定間違えてんのかなクライムプロさっきセンサーの認識も手動でやったんだよね、マニュアルで。なんか昨日いろいろ触ってたから変わっちゃったんじゃないの完璧とか言ってた、ね、いやもう今日のためにさ、ちゃんとスペシャルでさ、まず気温入れました、気温必要、気持ち的に気持ち的にで、何メートル、あと何メートルとか、あと今のシャドウ、今のシャドウは？え？今 1,2% とかで多分多分ってどういう意味？見てんじゃない？いや違う、だから変えてるからコロコロ温度は？気温見てあげよう。ただちょっと画面整理しないといらんもんがいっぱい出てきて大変意味が分かんない。ダメじゃん、走ってる時にそんな操作したら。え？事故る。なんか嫌な情報見えた。高度440やって。へえ。いやこれさ700ぐらいあるんだよね。うーん、ちょっと待って、全然登ってないっていうのと、気温は 24.9。 おいいよね。いいね。いやこれだったら全然いけるよって言いたいけど、これじゃないんだよ多分。ほら443、時にしてデータは武器になるから。武器？武器って言うの？自分を痛めつける武器ってこと？そう。あともう4キロぐらいじゃない？オッケー、4キロぐらいじゃない？了解です。え、違う？分かんない、今見てない。クライミングだ。タクシー、タクシー、お疲れ様です。タクシー、こんな山奥まで。タクシーのあの号で呼べるんかな？呼べるんじゃない、ゴーは知らないけど。しんどくなったタクシーかないや下ってください
矢別峠って本当に峠だから山の山頂ではないよね。山頂ではないよ。でも峠だよ。おかしい、450だよ。うん、まだ250登るってことでしょ。うん、でもさっきからもう10も登ったってことだよ。下がってるよ。今マイナス7度。そんなないと思うけど、マイナス表示です。マイナス2。マジか。距離は稼いです。砂がすごい。そう、落車だけ気をつけてね。ね、自転車って結構みんな落車したらすげえ入院とかしてるから。本当。うん、スピードもやっぱ出てるしさ、うん、生身のまんまポンと掘り出されるからさ。そうだよね。下りとか怖い。モノレールの設置工事をしてましたって。マジで。何、何のモノレール。人が乗れるのモノレールじゃないのかな。わからん。林モノレール。富士山も登れるなんでしょ。そう、私あれで行くから。まあそこまでにこうモノレールで行けるだけの元気と気力をこう残すっていうのがテーマ。ああ、だってまだまだ先でしょ。そうだよね。心肺機能を高めとかないと。専属に連れていかなあかんな。まだギア余ってる？余らしてるよ。2段余らしてる。っていうか今平らじゃん。そうなんだけど、最後の1段はできる限り使わないようにしてる。まだまだだって平らじゃん。いやいや違う、さっきとか。いやけど今の標高のこうグラフ、うん、ビジュアル的なやつを今やってるけど、うん、平らなんだよね。ずっと上まで。違う、今で走ったとこが、うん、まあ感覚的にもほぼ平らだよね。むしろ下ってるみたい。え、めっちゃヒルクライムしてない。え、俺もヒルクライム行ける人間だったかと思ってるけど。結構今日表でよかったんじゃねみたいな。あ、ダメだ、ね、言うね、そんな、危ないね。違う違う違う、そんなこと言ってたらまたすぐ死ぬからダメダメ。あーみたいな、もう頼んだみたいになるからもうダメだ。今日はちょっと真面目に山と向き合うから。男だね。けどさ、頑張って。これぐらいのさ、うん、強度がさ、登山と一緒だよね。あ、そう、そうかな。うん、まあもうちょっと登山しんどいけどさ、うん、だらだらしんどいって感じじゃん、うん、そんなにこうグーって力振り絞ることないじゃん。そうだね。いやー、こうほら、上半身落車するよ、そんな変なことすると。久々に自転車楽しい。え、久々に自転車楽しい。なんで、この間も楽しかったじゃん。いつ、千葉行ったりさ。暑かった、フラフラやった。千葉行ったり、早起きしたり。ついに来た、ヒルクライムプロ。ようやく、ようやく。来たよ。クライム開始まで2メートル、ゴー。やっぱり今までクライムじゃなかったんだな。そうかなと思ったけどさ、けど色が今までと違う。本当。めっちゃ薄い色。優しい。優しい色。優しいね。もうその赤何色っていう赤じゃない。本当。うん。薄いオレンジ。じゃあほんのり登ってるよみたいな。そんな感じ。けど。
もうないないと思って、重いと思ってたら、うん、アウターやった初心者、本当重かった初心者か。やっぱりさ、うん、軽い方2枚入ってない。それは問題だね。登れる？止まる？あ？止まる？あ？止まる？余裕、余裕なしを